第1章、小惑星2024YR4 とは、その正体と基本情報。皆さん、こんにちは。今日は、最近話題になっている小惑星2024YR4 についてお話しします。2024YR4 は、2024年に発見されたばかりの新しい小惑星ですが、特に注目されている理由があります。それは、2032年12月22日に地球へ接近し、衝突の可能性があるとされているからです。現在の推定では、衝突確率は 2.3%。一見すると低い数字ですが、宇宙科学の世界では、これは決して小さな数字ではありません。しかも、この小惑星の大きさや速度を考えると、万が一衝突した場合の影響は計り知れません。では、そもそもこの 2024YR4 とはどんな天体なのか、なぜこれほど注目されているのか、まずはこの小惑星の基本情報を整理してみましょう。1、小惑星 2024YR4 の基本データ。 NASA の観測によると、 2024YR4 は次のような特徴を持っています。直径約40〜100m、東京ドームほどの大きさ、質量数百万トン以上、都市を壊滅させるには十分な重さ、速度約時速数万キロメートル、地球周回軌道の数倍の速さ、2032年12月22日に地球へ再接近、衝突確率 2.3% 現時点での推定。このサイズの小惑星が地球に衝突した場合、どのような被害が出るかは、後ほど詳しく解説しますが、過去に地球に落ちた同規模の隕石と比べると、破壊力は核爆弾の100倍以上になる可能性があるとされています。2、2024YR4 はなぜ危険な小惑星とされているのか。地球の周りには無数の小惑星が存在しており、そのほとんどは地球に影響を及ぼしません。しかし、その中でも特に、地球近傍天体ニオーラーソブジェクトと呼ばれる小惑星群は、地球の公転軌道と交差するため、接近や衝突の可能性があるため、厳重に監視されています。その中でも、2024YR4 が特に危険視されている理由は、以下の3点です。地球の公転軌道に非常に近い、軌道が不安定で、将来的に地球と衝突コースに乗る可能性がある。100メートル級の小惑星は都市壊滅レベルのエネルギーを持つ。こうした理由から、NASA や ESA は特に 2024YR4 の軌道を注視しており、最新の観測データをもとに軌道の修正を続けています。では、この小惑星の衝突確率 2.3% という数字は本当に大きなリスクなのでしょうか？第2章、衝突の可能性。2.3% は本当に高いのか。さて、2.3% の衝突確率と聞いて、皆さんはどう思いましたか？ほぼ 98% の確率で衝突しないなら大丈夫と思うかもしれません。確かに、数字だけ見ればそれほど高くないように感じます。しかし、これは宇宙規模で見ると、決して小さな確率ではありません。特に、NASA が監視している危険な小惑星の中で、衝突確率が 1% を超えるものは、極めて少なく、この 2.3% という数字は、かなりの警戒対象になっています。では、具体的に、どのようにこの衝突確率が計算されるのか、また、今後この確率は変動するのか、科学的に解説していきます。1、衝突確率はどう計算されるのか。小惑星の衝突確率は、軌道力学という科学を使って計算されます。これは、天体の重力、速度、太陽の影響などを考慮し、小惑星の未来の軌道をシミュレーションする方法です。小惑星の現在位置や速度を観測し、軌道を特定、コンピュータシミュレーションで何万通りもの未来の軌道を計算する。その中で、地球に衝突するシナリオの確率を算出。この計算の結果、現時点では衝突確率 2.3% という数字が出ています。 2. ヤルコフスキー効果と衝突確率の変動。しかし、
この計算結果は今後変わる可能性があります。その理由の一つがヤルコフスキー効果です。ヤルコフスキー効果とは、太陽の光が小惑星の表面を温め、その熱放射が微妙な推進力を生み出し、軌道を少しずつ変える現象のことです。これが長期間続くことで、最初の計算とは異なる軌道に移行する可能性があるのです。つまり現在衝突の可能性があるとされていても、今後軌道がずれて安全になる場合がある。逆に衝突の可能性は低いとされていた小惑星が将来的に軌道を変えて危険になることもあるのです。このため NASA や ESA は 2024YR4 を今後も詳しく観測し、新たなデータをもとに軌道の修正を続けています。 3. 過去の類似小惑星との比較。過去にも地球に衝突するかもしれないと騒がれた小惑星がいくつかありました。この表を見てもわかるように、初期のデータでは危険とされた小惑星も、後の観測で衝突の可能性がゼロになったケースが多くあります。つまり 2024YR4 も今後の観測次第で安全と判断されるかもしれませんし、逆により危険となる可能性もあるのです。第3章。もし 2024YR4 が地球に衝突したら、被害シミュレーション。さて、前の章では小惑星の衝突確率がどのように計算されるのか、そして今後の観測でその確率が変動する可能性について解説しました。しかし、どれだけ確率が低かろうと、もし本当に衝突したらどうなるのか、気になるところですよね。地球の歴史を振り返ると、小惑星衝突による大規模な影響が何度も発生しています。では2024YR4 が万が一地球に衝突した場合、どんな被害が想定されるのでしょうか。今回は最新のシミュレーションをもとに最悪のシナリオを検証していきましょう。 2024YR4 の衝撃力はどれほどのものか、まず 2024YR4 のサイズを改めて確認してみましょう。直径約40〜100m、東京ドームほどの大きさ、質量数百万トン以上、ビル数百棟分の重さ、速度約時速数万km、弾丸の数十倍の速さ。このような小惑星が地球に突入すれば、放出されるエネルギーは核爆弾をはるかに超えます。科学者の計算によると、2024YR4 クラスの小惑星が衝突した場合、広島原爆の100倍以上のエネルギーを放出するとされています。このエネルギーは過去の有名な隕石衝突と同等、またはそれ以上の規模になります。過去の隕石衝突と比較すると、では 2024YR4 の衝撃力を過去に地球に衝突した隕石と比較してみましょう。ツングースカ大爆発はシベリアの森林地帯に落下したため、人的被害はほとんどありませんでしたが、もし都市部に落ちていたら、数百万人規模の犠牲者が出ていたとされています。そして、2024YR4 は、ツングースカ隕石と同等か、それ以上のエネルギーを持つ可能性があります。どこに落ちるかで、被害は大きく変わる。小惑星が衝突する場合、被害の大きさは、衝突地点によって大きく変わります。以下の3つのケースを考えてみましょう。ケース1、都市部に直撃した場合、もし 2024YR4 が東京やニューヨークなどの大都市に直撃した場合、以下のような影響が考えられます。衝突地点の半径 50km が壊滅状態に、衝撃波でガラスや建物が粉々になる、数百キロ先まで影響。火災旋風が発生し、街全体が炎に包まれる可能性。一瞬で数百万人規模の犠牲者が出る可能性。都市部に小惑星が落ちた場合、その破壊力は核兵器と変わらないレベルになります。ケースに海洋に落ちた場合、地球の表面の約 70% は海です。そのため、小惑星が海に落ちる確率の方が高いと言えます。しかし、海だから安全かというと、そうではありません。落下の衝撃で100メートル級の津波が発生する可能性。沿岸部の都市に津波が押し寄せ、大規模な被害が発生。
海底が巻き上げられ、気候変動の引き金になる可能性。もし津波が発生した場合、日本やアメリカの西海岸など沿岸部の大都市が壊滅的なダメージを受ける恐れがあります。ケース3、大気圏内で爆発した場合、過去のチェリャビンスク隕石のように小惑星が大気圏で爆発するケースもあります。この場合、地表には衝突しませんが、強力な衝撃波が発生します。数百キロ先の建物の窓ガラスが割れる衝撃波で都市のインフラが崩壊する可能性。地上に落ちる破片による二次被害の恐れ。都市直撃ほどではないにせよ、大気圏爆発でも深刻な被害が出る可能性があります。もし 2024YR4 の衝突が確実になったら、 2024YR4 の軌道は今後の観測次第で変化する可能性があります。しかし、もし衝突コースに確実に乗ったとしたら、人類はどんな対策を取ることができるのでしょうか。第4章、人類は小惑星の衝突を防げるのか。最新の防衛技術とは。ここまで小惑星 2024YR4 の基本情報、衝突確率、そして万が一衝突した場合の被害について詳しく見てきました。結論として、もし 2024YR4 が都市部に衝突すれば、壊滅的な被害が発生する可能性があるということが分かりました。では、もし今後の観測で 2024YR4 が本当に衝突コースに乗ったと分かった場合、人類にはそれを防ぐ手段があるのでしょうか。実は近年の宇宙開発の進展により、小惑星の軌道を変える技術が実験され始めています。ここでは現在研究されている小惑星衝突回避の最新技術について解説していきます。 1. NASA のDART ミッション史上初の小惑星軌道変更成功。2022年、 NASA はDART Wアステロイドリダレクシンテストミッションを実施しました。これは人類史上初の小惑星軌道変更実験で、探査機を小惑星ディモルフォスに体当たりさせ、その軌道を変えるという壮大なプロジェクトでした。ターゲット、小惑星ディモルフォス、直径160メートル、方法、探査機ダートを時速2万km で衝突させる。結果、軌道が約32分変化。この実験により、小惑星に人工的な力を加えることで軌道を変えることが可能であることが実証されました。もし 2024YR4 のような小惑星が地球衝突コースに入った場合、この技術を応用することで衝突を回避できる可能性があるのです。 2. 重力トラクター方式、宇宙船の重力で軌道を変える。 DART のように直接ぶつけるのではなく、もっと穏やかに小惑星の軌道を変える方法も研究されています。それが重力トラクター方式です。方法、小惑星の近くに宇宙船を配置し、その引力で軌道を変える。メリット、小惑星を破壊せず安全に軌道を変えられる。デメリット、長期間の運用が必要で速攻性がない。重力トラクター方式は比較的安全な方法ではありますが、100メートル級の小惑星に対してどれほどの効果があるのかはまだ研究段階です。 3. 核爆発による軌道変更映画アルマゲドンは実現可能か。小惑星が衝突するなら核爆弾で破壊すればいいのでは？と思うかもしれません。実際、映画アルマゲドンのようなシナリオは多くの人が一度は考えたことがあるでしょう。方法、小惑星の近くまたは内部で核爆発を起こし、軌道をずらす。メリット、強力なエネルギーで短時間で軌道を変更可能。デメリット、小惑星が破片となり逆に被害が増えるリスク。実際には小惑星を破壊するのではなく、核爆発の衝撃波を利用して少し軌道をずらす方が現実的とされています。しかし、この方法を地球外での核使用という倫理的法的な問題があり、実用化にはまだ時間がかかりそうです。 4. 小惑星防衛のために今後必要なこと。これらの技術はまだ実験段階ですが、今後2024YR4 の衝突リスクが高まった場合に備えて、
以下のような対応が求められます。追加観測で軌道を正確に特定する現在の 2.3% という衝突確率は、今後の観測で変動する可能性があります。まずは、より正確なデータを収集し、リスクを明確にする必要があります。2. 早期に軌道変更ミッションを計画する2024YR4 の衝突リスクが高まった場合、DARTのような衝突ミッションを事前に準備し、早めに軌道変更を試みることが重要です。3. 国際協力による地球防衛計画を構築する小惑星防衛は、一国の問題ではなく、全人類の課題です。NASA や ESA だけでなく、世界各国の宇宙機関が協力し、小惑星防衛の枠組みを強化することが必要になります。現時点では、2024YR4 が本当に衝突するのかはわかりません。しかし、もし衝突リスクが高まれば、人類はどのような行動を取るべきなのか？それを考えることが、未来の地球防衛の第一歩なのです。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。